遠くない未来、おそらく数年以内、僕が世界のトッププレイヤーとして切り開く新時代。その時世界はどうなっているだろう。例えばここ、僕が今いる場所、日々の安定した生活があるからこそサッカーは成り立っているんだなと思う。サッカーだけに没頭できないというジレンマ、それを痛いほど思い知ったこの2年間、今世界にある様々な課題を解決するため何ができるだろうと思いを巡らせ、僕はまだ何も知らないから、だから学びたい。これからの生き方、あ、サステナブルフューチャー。僕らは地球というフィールドに暮らしているんだ。サステナブルな未来を実現できたらきっといい。取り組んでいこう、ヤンマーと一緒に。僕の目線、僕の言葉でもっといい明日を作り続けるために、世界中の取り組みを学んでいく。ヤンマーサステナブルビジョンパートナー、南野匠。人と自然の豊かな未来を明日に。A sustainable future. Yanmar.